はい、岡田です。今日もよろしくお願いします。今日はね、最近ずっと話している男に追わせる女になる方法、男に追われる恋愛をする方法について話してるんだけど、それにちょっと補足したものを話します。ズバリ、同じ投資量の男と付き合いましょうって話な。前回、前々回の動画を見てくれてたらわかると思うけど、彼が投資してくれた分だけ返しましょうって。これが素敵な恋愛をするための女性のルールやね。男に追わせるためのルールは、男性がしてくれたものに対してあなたは同じぐらいの愛情を返す。これを基準にしてたら、あまり恋愛で失敗することは少ないでな。100%冷めていきます。でも男性は恋のピークが最初にガッと上がるからめちゃくちゃ投資をしよるわけさ。あいつらな。そして女性は徐々に徐々に恋の気持ちが上がっていくから、このギャップの間は男性の方が投資量がすごい多いわけ。そのめっちゃ来たらあなたも愛を返してあげたらいいねんで。でもここがポイントやねんけど、男性の愛は必ず冷めていきます。これも必ずです。これは身体現象、生理現象と思っておいて、男は恋のピークがバーン好きってなるからな。この後悲しいけれどもな、徐々に徐々にあなたへの愛の投資が減っていきます。ここを冷静に見極めて。で、減っていけば、あなたの愛も減らしていって。まあ、同じ投資量で最初返した方がいいって言うけど、恋のピークが最初高いから、彼と同じぐらいの熱量で返す必要はないで。彼が返してくれたら、あなたも自分の範囲で最大限返したらいいやんか。でも彼は絶対下がってくるんやな。するとあなたも投資量を減らしていくんやね。これが男が頑張る理由やね。彼の愛情が冷めた時に、あなたが同じ愛しか返していかなかったら、彼は、あ、ここでいいんだなって思う。で、女性がよくやる間違いは、男性の愛が冷めた時に、女性は自分が嫌われるんじゃないかなと思って、あ、このままじゃあかんと思って、今までよりももっと愛そうと思って努力するんよ。これは絶対やったらあかんねん。男性が愛冷めていくのはこれ言ったけど、生理現象やからな。だからあなたの努力が足らないとか、あなたの愛情が足りないとか、あなたがなんかミスをしたとかじゃないのよ。男のしょうもない生理現象やねん。生理現象でなんであれな、あなたへの愛の量が減ったんなら、あなたは返す量を減らさないといけないですよ。そうやないと彼はこれでいいんだ、これでいいんだってどんどん下げていくんだわ。できることなら最初のピークの時の愛情の投資量、彼の奉仕の量な、尽くす熱量のまあ、ずっと言ってほしいやんか。それはどうやったらいいかっていうと、あなたも下げたらいいのよ。あ、それじゃ無理ですって言って、あなたは引く勇気を持たないといけないってこと。あなたに何をしてくれるかを冷静に見ることとかが生きてくるんやな。彼がどんどん熱量が冷めてきて、なんか今は付き合いたいと思わないって、もし言うとするやんか。あんまりしょっちゅう会いたいとは思わないってなったら、あなたは、いや、もっと会いたい、もっと付き合ってよって言ったら絶対良くなくて、じゃあ分かったと。じゃあ友達として付き合いましょうと言って、もう友達に戻ったらいいんだよ。ここすごい大事だから覚えといてや。彼の熱量が冷めてきたら、あなたは彼を彼氏と見たらあかん。友達と見よう。それぐらいの意気込みで、最初は男性と付き合ってください。男性の投資の量だけあなたは返します。男性の投資量が下がってきたら、あなたは投資量を下げますっていう、これをするすごくいいポイントは、まあ4つぐらいあるわ。この4つ言いますね。追いかけ続ける男がわかる。彼の愛が冷めてきた時に、あなたから彼への愛情も同時に下げるとするやろ。するとそこで男性はもうやめたと言って、あなたの前から去っていく人はおるわ。でもそこで男の去り方がわかんねん。あっさりと去っていく男はな、男の自分の気持ちだけを楽しみにして、自分の感情の高ぶりだけで行動することで、思いやりとか、自分が好きになった女性と仲のいい恋愛をするために努力をしようとせん男なんよ。女性との恋愛に対して努力をする男は、あなたの愛情が減ってきた時に、なんで減ってきたんやろうと思って頑張る努力をしますし、それが絶対あなたに見えるわ。そういう男は絶対投資量をまた上げてきよるんだわ。だからあなたから男性への投資資料を減らすことによってのみ、彼が恋愛すべき男か、恋愛してすごく女性を幸せにする男か、女性のために努力をしようとする男かどうかが分かるんや。2つ目、いろんな彼を見れるわ。最初に盛り上がった恋愛のままな、男性も盛り上がって、女性も盛り上がって、このまま付き合っていくと、同じテンションのまま結構続くのよな。シチュエーションが変わらへんで。シチュエーションって別に会う場所とかじゃないで、そのお互いの気持ちのシチュエーションが変わらへんで。恋愛ってさ、例えば結婚ってさ、長いんよ。長い目で見な、長いスパンで2人の関係性を見ながらな。そして最初の恋愛期間って楽しいから、2人とも。感情が常にハッピーやから、常に楽しいんや、みんな。
で、うまくいくのは分かってることなんや。でも、ここで、投資量が減ることとか、シチュエーションが変わってくるやろ。女性からの愛情がずっと一緒やったら、男は安心して気持ちは安定してるわ。でも、女性から自分への愛情が変わってきたら、男性は揺らいで揺れるんだな。この揺れた内表で彼がどんな人間かってめちゃめちゃ見れるんよ。人ってさ、置かれてる環境とか、その時の心の状態でめちゃめちゃ性格って変わるね。素敵に見えてた会社の社長が事業が失敗した途端、アホみたい、クソみたいな男になることってよくあるよな。だからいろんな心の状態の彼を見れるってめちゃくちゃ大事なことやね。ちょっとずるいのかもしれないけれども、彼の心の状態をいろんな形に変化させて彼の本質を見極めてほしいのよ。そういうことをせんと流れのまま付き合ってしまうと、出会ったままの楽しい流れのまま3ヶ月4ヶ月半年過ぎてしまうやんか。その後彼の感情が変わってきて、その後に彼の本当の姿が見えても半年付き合ってしまってると、もう情も湧いてきて別れられなくなりがちやねん、女性はな。だから早い段階であなたの彼がどういう性格の持ち主か、感情の変化にどれだけ強いかっていうのを見ることができます。会えない時間を作る。恋愛が盛り上がった時のまま、彼が会いたい時にあなたが会っていると、あなたと会うことが普通になるんや。人間誰でもそうで、慣れっていうのが出てくるからな。恋愛ですごく大事なのは会えない時間やね。会ってる時間じゃないね。会えない時間にどれだけ彼があなたのことを考えるか、あなたに会いたい、会いたいと思うかが大事やね。特に男性は待たされれば待たされるほど欲望がもう渦巻いて大きくなるのよ。だからできるだけあなたはな、投資量とかどうとか関係なしに会えない時間を作る方がええねん。彼に寂しいと思わせた方がいいねん。そのために一番いいのは彼の努力の量、愛情の量が減ってきた時にあなたは彼に会えない時間を作ってあげるっていう、まあ、罰というんかな、あなたのお返しというんかな、仕返しが一番いいです。今まで普通に会えてたあなたが会えなくなった時にあなたの価値がわかんねん。あなたを失った苦しさがわかんねん。そしてあなたにもっと会いたいと思って、もっとあなたを愛したいと思って、もっとあなたに尽くそうと思うね。他の男と会える。彼の投資量が減っている時にあなたは投資の量を減らすんです。彼が尽くしてくれない時はあなたは尽くさないんです。彼があなたを彼女以下に扱った時は、あなたも彼を彼以下に落として、友達以下に落としてください。その間あなたは他の男と会ったらいいのよ。別に彼だけに地図にやる必要はないやんか。だって彼は私に彼女以下の扱いをするんやから、まあ、そこでバン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 浮気しろって言うんじゃないで。でもな、地図にせんと友達とご飯行くぐらいええやんか。男の人とご飯行くぐらいいいじゃないか。だって彼の愛情が減ってんねんから。他の男とたくさん会ったり、まあ男だけじゃなくてな、友達同士でたくさん遊びに行ったりして、あなたは広い視野を持つようになりましょう。冷静に今の彼を判断できるようになりましょう。すると彼はな、あなたが他の男と会ってるかもしれないとかさ、他の世界を持ち始めたとかさ、彼の知らない世界であなたが楽しそうにしているあなたを見て、彼はますますあなたのことが欲しくなる可能性も高いです。最後に、はい、今日はこれぐらいの話にしておきます。まあね、恋愛が一番すごくうまくいくのは、投資量が同じぐらいの人と付き合うことやね。彼があなたに奉仕する投資する量と、あなたが彼に奉仕する量が同じぐらいの人やったら、長くいい恋愛が続くカップルになりやす。そう思うとな、早い段階で女性に対してどれぐらい投資をする男なのか、あなたが彼に対する投資の量と彼があなたにする投資の量は釣り合っているのかを早い段階でな、見る方がいいから。そこであなたは男性にすごい尽くされたいんやったら、尽くされる恋愛がしたいんやったらさ、そこでめちゃめちゃ女性に対して投資をする男がどうかを早い段階で見極めたらええのよ。これが普通の恋愛は二人ともめちゃくちゃ盛り上がってるから、ここを見極めるチャンスやのに、それをせんと過ごしてる恋愛がほとんどやねんな。だからあなたは今日知ったからな、ちょっと冷静になってな、彼が投資をする男がどうか、彼が尽くすために努力をする男がどうか、あなたのことをどれだけ愛す男がどうかを、その最初の盛り上がってる期間、ちょっと冷静になって、彼をしっかり査定というかな、査定という言い方よくないけど、彼をしっかり見極めましょう。見極めるというのは、あなたと彼がどれだけ長いこと一緒に幸せなカップルでいれるかを見極めるねんから、別に全然悪いことじゃないので、ぜひぜひ頑張ってください。じゃあ今日はここまでです。皆さん明るく元気に、婚活も恋愛も夫婦関係もパートナーシップも頑張りましょう。じゃあね、バイバーイ。